無駄休め。続いてクラブ対抗リレーを実施します。この競技は特定クラブ、対比クラブに所属している生徒、代表者8名により編成された22チームにより競技を行います。出動は各クラブのユニフォーム、バトンは各クラブでよく使う道具を使用します。出場クラブおよびバトンを紹介します。ドリル部木銃、ロボット研究部パソコンカバン、和太鼓部太鼓、吹奏楽部指揮場、ワンダーフォーゲル部ロープ、ソフトテニス部ラケット、サッカー部サッカーボール、空手部明宝、剣道部市内、アーチェリー部球具、銃剣道部木銃、野球部グロブ、銃剣道部畳、水泳部フィン、陸上部バトン、カヌー部パドル、バスケットボール部バスケットボール、ハンドボール部ハンドボール、ラグビー部ラグビーボール、少林寺拳法部帯、卓球部ラケット、レスリング部人形です。それでは競技を開始します。トップを走るのは陸上部です。これが陸上部です。右下に圧倒的な差をつけています。その次はラグビー部です。3位4位5位は止まっています。2位はラグビー部、3位4位野球部、ハンドボール部がハンドボール早い。サッカー部ドリブルです。バスケットボールのドリブルです。どっちが早いか。Thank you.
です。ゴール前でオッポ、残り30秒です。柔道部、アーチニー部、剣道部、陸剣道部、ゴールです。で、ドリル部、見事な銃さばき、実際サービスです。ドリル、ゴール、レスリング部、ホット、すごい変わり合っています。締めに入りました、タップしています。納得でしょうか、続きました。